新一、責任取ってね。え？ねえ新一、聞いてる？これ見て何とも思わないの？いや、やべえ、結婚もしてねえのに毛利のおっちゃんに何で説明すれば。一旦ずらかるか。悪いね、ちょっと急ぎの用事が。やっぱりそうやってまた問題から逃げるのね。そう、そんなつもりじゃ。私たち別れよっか。おい、ラン、別れるなんて冗談やめろよ。これからはラン、いや家族優先にするからよ。え、何の話？私家族だから、そのランに子供ができちまったんなら責任取るってことだよ。結婚して家族になろうってこと全部言わなきゃ分かんねえのかよ。分かんないわよ、だってこれ私のじゃないんだから。ん？これ新一の部屋のゴミ箱に入ってたやつなんだよ。新一が誰と何したか知らないけど、責任は取らないとダメじゃない。だから別れようって話してるんだよ。なんだよそれ、俺の部屋からって。ああ、思い出した、母さんのやつだよそれ。え、それって新一と新一のお母さんがってこと？ダメっつっても、もう止めらんねえだろ。そうだよね。おめでとうございますって伝えておいて。バイバイ、新一。まさかこの年で兄貴になるなんてびっくりだよね。父さんも母さんも元気すぎだろ。って、ラン、帰るなら一声かけろよ。